はい、どうもヒロです。今回はアプリ実況で、全力怪談っていうのをね、だいぶ前に友達に教えてもらって、面白くて、で、まあ一時期やってなかったんですけど、ちょっと携帯に入ってたので、ちょっとやろうと思います。イエーイ。はい、ということで、マイケル隊長と通話してる途中ですが、ちょっと今ね、マイケル隊長が、なんだっけ、大富豪のアップデートし今どれんのよ。4分の1かな。もうだいぶ経ったけどね。4分の1だぜ。ということで、その間に全力階段やっていきます。ゲーム選択でモードが100段モードっていうのと10秒モードっていうのと20秒モードっていうのがあって、で、100段モードは100段を何秒で登りきれるかで、10秒と20秒はそれぞれその時間内にどんだけ登れるかってやつですね。じゃあ100段モードやります。いいよ。ん？いいよ。それってあれでしょ？右に、なんかちょん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 って登ってジャンプしたりするやつでしょ？あ、そうそうそう。やっとったね、そういえば。やっとったでしょ？俺だって全然できないもん。そこで、得意な人と不得意な人でね、すごい分かれるよね。俺だって無駄なとこで跳ねてたもん。あ、ピそうそう。ョンピョンピョンっつって。跳ねるんあだ。れあれ。そのゲーム嫌いだからな、俺。白いとこ踏んじゃダメ？黒とああ、あか。ったね。あ、それあれもも苦手やりたいな。なこれで14秒。いや、全然ダメ。親指に力を入れて。泣きそうだよ、マジこれ。おなら出る。やめて。わっしゃ、1、13秒635。100段13秒で登るの？激早。知らんけど。いや、実際だったら1秒、0.1秒。1秒で、じゃあ、どれぐらい？間違えた。1段0.1秒。0.1秒弱。やべえ。よし。いや。多分現実じゃ誰もできない。ギネス乗れるよ、それ。絶対そいつ筋肉めっちゃあるやろ。 やべえ。よし、ということで全力階段でした。暇つぶしにはいかないと思います。地味だけど
いいよ、そういうの。そう。本当に暇になった時にやると面白いかも。100段モードが一番面白いかな。10秒、20秒はそんなに、まあ、やらなかったですけど、あんま面白くない気がします。ということで、ご視聴ありがとうございました。ボーイ。ボーイ。